連休3日目、昨日オリンピックの開会式を見て感動を得ての海です。今回の4連休は最後の2日間を使ってサーフ&車中泊キャンプ、ワイルドスタイル行きます。いいかみんな、 Here we go! Here we go! さてさて、今回のサーフ&車中泊キャンプはですね、茨城県の某ビーチへ向かっています。某ビーチという言い方をしますが、これからですね、天然パーマの車中泊動画、特にねビーチで車中泊するときはもう場所が分かるような名称とかはね一切言わないことにしました。理由はですね、僕たちがねすごく大切にしていた車中泊スポットであるビーチがですね、なんと公に車中泊禁止になるという事態が起きました。まあ前からねローカルルールで車中泊は禁止みたいなところはあったのですが、まあ行政がそれを出しているようなものではなかった。ところが今回はちゃんとその町の行政が車中泊を禁止しますというふうに言ってしまいました。まあ理由としては、まあこれはちょっと僕の考えだけども、やっぱりね古くから車中泊をやっている人たちの中でどうしてもねマナーが非常にひどい人たちがいるんですね。僕がその利用させてもらってたビーチの駐車場は特にそれが顕著だったんだけども、例えばバーベキューやる駐車場なのに、で思いっきりそのバーベキューのゴミとかね灰とかを捨ててっちゃうね、そういうことをする人がいたりとか、それからめちゃくちゃ狭いビーチの駐車場なのにバスコンで入ってきて2台分のスペースを占拠するとか、それから縦に止められる駐車場なのに横付けして止めるとかっていうことをする、まあぶっちゃけて言うとちょっと年配の古くから車中泊やられてる方々ですね、そういうのが非常に目立っていて、これはいつかクレームつくんじゃないかななんて思ってたら、なんとその駐車場自体が車中泊禁止みたいになってしまうというとても悲しいことが起こりましたので、やはり僕らサーフィンを目的として車中泊をしている人たちにとってその場所がね閉じられてしまうっていうのは非常に悲しいことなので、私たち天然パーマのチャンネルではですね、これから海で車中泊するときは場所は一切公開しないと決めました。それはこれから車中泊をする人、それからでこの先も車中泊を楽しむ人たちのために、あるいはサーフィンを楽しむ人たちのために、僕はそういうふうに自分の中でもこの動画でもそういうルールを設けようと思います。なので今日行くところも某ビーチです。場所は言いません。 Here we go!さあ到着したぞ、私たちのラブリービーチ。さあ続いてはみんな、この急激な坂を下ったその先にあるのが俺たちのビーチ。あ、今日空いてる。お、今日は空いてる。今日も波でかかったらできないんじゃない？波でかかったらやめる。あ、ネットランドだ。そっちの方で着替えたりするの？ん？お？でね、これから西に向いていくから、こっち向きがいいな。わっしょい。わっしょい。子供たちの夏休みのためにポンアップ、だいたい 15PSI から 17PSI という圧力をかけます。3人乗るんでね、結構パンパンにしてあげないと。乗りたければポンプアップで走れるんですよ。わあ、こんなにきついの？マジか。なんかキョウちゃんが軽々やった。おいや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 、青い頑張れ、青い。
集合だ。今日もサップやるぞ。いいか。はい。太平洋へ出るぞ。はい。安全に気をつけて。レッツ。おい。やめてよ。母ちゃんはビビってボディーボードです。なんで母ちゃんビビって乗らないんだって。ビビリングビビリ。どうですか、小鳥さん。気持ちいいですね、今日。気持ちいいけどな。あー、来たぞ、波。やばいやばい、波が来たぞ。さあ、今日いるビーチはこんなところです。泡が飛び込みました。犬かき。とても水泳を習っているとは思えない。見てください、このビーチ。茨城県某所です。もうね、貸し切りです。ほぼ湘南とかね、逗子に行ってる人たちには到底味わえない、かなりプライベートなビーチになります。ただし当然ですが、海の家もないし、ライフセーバーもいないんでね、オンリスクで遊ばなきゃいけません。ふふー、小鳥ゴーゴー。太平洋からの葵と母ちゃん。小鳥さん、二人だけでどっか島へ逃げようよ。今日は流れもあんまりないし、風もなくてね、サップ日和だと思います。風が強い日はサップ流されやすいので非常に注意ね。あと波のでかい日もね、そんな三人乗りとか危ないので、こういう穏やかな日を狙って遊びたいと思います。さあ、おい、スイミング、クロール、下手くそやないかい。そのクロール、2年スイミング通ってるとは思えない泳ぎだな、お前。それじゃあさ、スイミングの方がお前評価下がるわ。ちょっと、葵の新しく買ったラッシュにブッチがいたよ。イエーデュー、Here we go のブッチです。あ、いい絵だ。よし、波を乗り越えるぞ。大きいのが来たぞ。いいね、体感だよ、体感。あ、気持ちいいね。私たちだけで貸し切りです。貸し切りです。広いテネパマファミリーのみで貸し切り。すごいよ、海外の島でサップやってるみたいだよ、この絵。あ、来た、波来た。よし、来た。ランチタイムはカップヌードルビッグ。海といえばカップヌードルのベーシックなやつかカレーのみですね。その日の波のコンディションに合わせてフレーバーを選ぶのが我々サーファー流儀でございます。ね、葵さん、いただきます。海ではね、凝ったもの作んなくていいの。カップラーメンでいいんですよね、妻。はい。ツイッターばっかやってんじゃねえよ、海って。何バカ野郎。はい、来たか。ツイッターのツイッターインスタグラマー。
なんと私のインスタ 360-1R 360度のカメラ海の幕となってしまいました。マウントの首から折れて海へ沈んでしまいましたので、前回のともかちゃんの時のようなミラクルが起きないかと信じ探してみたいと思います。限りなく可能性は低い。しかし諦めたらここで試合は終了だ。行ってみましょう。妻は決して僕のカメラを探してるわけではなく、ハマグリを拾っております。ハマグリよりインスタ360じゃ探してるよ。ヘイヤオ、俺のカメラは見つかったかい？探しておらん。あなたいつもなくして300円のウィンナーを取ったよりもっとほんまや。そうだね、謝んないとだね。わかった、行こうか。じゃあ小鳥さん、目いっぱい遊びましたね。はい。そしていろんな思い出をなくしてしまいました、父ちゃん。まあ過ぎたことは、ちっちゃいことは気にするな。それわかちこわかちこ気になるや。今日はちょっとついてない日だったけども、まあでも海は楽しかったからいいでしょう。お風呂行きます。いいよ。池さん好みのお風呂をつけてきしまいました。源泉かけ流し北浦荘、やばいっしょ、最高っしょ。すごいね、地元のお野菜が入り口で売ってます。めっちゃ安い。お風呂入りましょう。源泉かけ流し炭酸水、よし入ります。今夜の車中泊スポットはこちらです。夜ご飯ももう今日はビーチで食べることにしました。オンザビーチ、乾杯。まさかのゴンダマーアゲーアゲー2週間ぶりですね。2週間ぶりです。最近よく会う、ね、最近よく会います。そして今日もまたなんか作ってるホルモンです。妻の買ってきてくれたやつを最高のロケーションで食べます。本当だね。あー痛い。あー痛いぞ。それは叩いてかぶってじゃんけんポン。ガードビビってる青い。負けんな負けんな青、思い切りいけ青、青あっとカン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 、ダッサー青い、危険です。もうお前オリンピック選手だったら今ブーイングだぞこれ。ダッセーなお前。本気で撮るよ。テイク？イエーイ、チンコ、チンコ、チンコ。グッドモーニング。6時半、海入りましょう。波は、あ、まあまああるね。みんな聞いてくれ。なんと父ちゃんさっき、サーフィンで海入ってたら、すいません。YouTube に出てる、父ちゃんは天然パーマの人ですかって、初めて声かけられました。やったゴンダマン。はい、池さん。よく来てくれました。急な呼びかけにもかかわらず。ゴンダマンと今日もサーフィンね、アオイ。楽しかった？引っ張ったかいで楽しかった。いらんかな。バンライフサーフィン部、番外編。突然呼びかけて突然来てくれたゴンダマンでした。また海行こうね。ぜひ。ありがとうございます。バイ、ありがとう。バイ。さあ、4連休のうち、3日間は思いっきりで海で遊びましたね。楽しかったですか？イエス。じゃあ、今回の4連休。夏の天然パーマ遊び、今日はここまで。バイバイバイ。Dude, that father is 10 and permed.